んにちは、うっさです。今回は少し前にジュエリー旅をしに山梨県を訪ねたので、その時の様子をお送りしようと思います。山梨県といえばぶどうや富士山のイメージが強いかと思うんですが、実はジュエリー産業も盛んなんです。では早速一つ目の観光地から見ていきましょう。まず初めに行ったのは山梨ジュエリーミュージアムです。山梨ジュエリー産業の歴史や加工方法、他にも職人さんなどが紹介された常設展と企画展で構成されたミュージアムでした。他にも実演工房や体験工房、ジュエリーショップなどもあります。展示はなんと無料で見ることができます。中は撮影不可だったのですが、気になる方はぜひ直接訪ねてみてください。ちなみに場所は山梨県庁舎防災新館の1階にあります。ミュージアムの方に勧めていただいて、ジュエリーショップとカフェのあるオリオンイースト通りというところに行くことにしました。通りでガレット屋さんを見つけたので、そこに入ることにしました。この日はジュエリー旅ということで、自分で作ったリングをつけてきました。A のセットが2つで、頼んだジンジャーエールが自家製ですごく美味しかったです。ガレットは期待通りすごく美味しかったです。次に訪ねたのがラッキーオープンファクトリーです。1937年創業とすごい歴史の深い工場で、いろんなブランドのジュエリーを製作する傍ら、自社ブランドも展開されているそうです。中に入ると壁一面にリングがぎっしりと詰められていてびっくりしました。これまで製作してきたリングのシルバー原型が壁に展示してあるそうです。で下の方を見ると階段にキュービックジルコニアがぎっしり詰められていました。いろんな形のものが中に入っているそうです。案内してくれた方が一つ一つとても丁寧に説明してくださるので、すごく聞きやすかったです。階段の道中には工場の歴史と金の価格のグラフが赤い線で展示されていました。2004年以来ずっと上がっていて、2000年にはなんとグラム7000円にまで上がっています。今もずっと上がってますよね。ジュエリーができるまでの話も現物を用いてしていただきました。やっぱり工場だと使う道具のスケールも大きいですね。プラチナの原鉱石を見せていただきました。1トンの原鉱石からたった3グラムしかプラチナは取れないそうです。少しキラキラっと光っている部分だけを取り除くそうです。壁一面ゴム型が敷き詰められたお部屋を後にして、皆さん作業されている方に移動しました。訪ねたのがあいにく日曜日だったので職人さんいらっしゃらなかったんですが、普段はここで作業をされているそうです。普段見ることのない大きな釜とかがあって、すごいずっとワクワクしていました。工場見学の後、せっかくなので体験をさせてもらうことにしました。明日の服にも似合う。うん。かわいい。入れました。石も選んでみか。あ、かわいい。ああ、いいな。こんなもいいな。うん、これにする、うん、かわいい、うん、ちょっとなんか薄く色あるやつ。真鍮でできたお花のペンダントトップと淡いオレンジ系のキュービックジルコニアをセレクトしました。
調子するんですか。普通ですね。あ、まず普段から家で制作はしているんですけど、やっぱり体験には体験の楽しさがありますね。ジュエリー作ってるってどういう状態やろな。家ちゃうか、ここ。家かもしらん。楽しい。毎日やってんのに。超音波洗浄機、大きくてびっくりしました。完成がこんな感じです。可愛い箱に入れていただきました。結構初心者の方でも作りやすいように工夫されたデザインになっていて、この日着ていた服装にもすごい合ってて良かったです。で、次に行ったのが甲州夢小路という場所です。レトロな雰囲気のショッピングエリアなんですが、ここにある小さな蔵の美術館っていうところにあるアンティークジュエリーコレクションを見に来ました。2階にはパリにゆかりのある画家の版画が展示してありました。横には天然石のお店も併設されていました。街の中にはレストランとかカフェとか、あとワイナリーもあって、すごいおすすめの場所です。お土産買うのにいいと思います。ワインも、あ、夕日、でも日まだ高いな。その後に訪ねたのはトゥーラボさんです。実はさっき食べたガレット屋さんのすぐ近くにあるお店です。母体である奇跡彫刻大寄りさんの技術を用いたジュエリーで、もうすごい唯一無二のデザインでした。百貨店などにも展開されていて、海外にも認知度を高めているブランドさんです。石の中に石を入れたデザインのリングがあって、本当にそれ見た瞬間、ジュエリーに対する概念がまた少し変わって、印象的な出会いでした。ルースもありますよって見せていただいて、この日はアンデシンラブラドライトを購入しました。2日目は少し足を伸ばして河口湖の方にやってきました。え、やばいねんけど、雲持って、おー、いいね。富士山と河口湖と本当に景色が綺麗で、ドライブしがいがありました。今日の一番の目的はこちら、山梨宝石博物館です。こんなん、ミュージアム、お、かわいい、すごい綺麗。誕生石について展示してありました。私は3月です。アクアマリンとサンゴですね。石が種類別にショーケースに並んでいたんですけど、原石とカット石2種類を一緒に入れてあって、本当に見応えもありますし、情報も多くてすごく勉強になる博物館でした。これ好きかも。ブルートパーズ、これが好き。うん、可愛いな。色がか、あ、これも好き。これあれやん。アクアマリン。日本全国にある石も展示されていました。私の地元大阪はラルモヒドリカルサイトだそうです。すごい。周辺松みたい。最後に少し時間が余ったので、藤大石花テラスというところにやってきました。ここはすごい自然豊かで、写真撮るだけでどこでも綺麗に写る場所でした。気持ちいい。
この日暑かったのですごい水触ると気持ちよかったです。山梨県にゆかりのある9つのお店が中に入っているそうです。お土産を買うのにもすごくいいですね。ここのアーチをくぐると先に富士山が見えました。奥にはラベンダー畑もあって、河口湖と富士山とバックで写真撮るとすごい素敵な場所でした。ではそんな感じで今回の動画は以上になります。皆さんジュエリー旅いかがだったでしょうか。ぜひ山梨県に行った際はいくつか回ってみてください。最後に動画が良かったなと思う方がいらっしゃいましたら、いいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。